の夜、母の還暦の日。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとう、ありがとう。こんなに母が嬉しそうなの私は見たことがない。兄弟みんな揃って和やかな夜だった。しかし毎日毎日女の暮らしってね。えいいよ、分かったよ。誰もお母さん追い出すなんてね。えそうじゃないか。あんたたちお母さんと一緒に暮らすのが嫌なんだろ。勘弁してくれよ。もう子供の喧嘩じゃないのよ。ごめんなさいで済まないわ。本当言った私懲りちゃったの結婚。たった一度で。だからさ、いい人がいたら再婚したっていいと思うよ、お母さんは。しかし私は彼に惹かれた、その若々しさ。突然この家を襲ったもの、財産の処分、この家を売り渡すこと。話し合いの余地がないとしたら勝手にしたらいいだろう。その代わりお母さんの面倒もお前たちで見てやってくれ。私は嫌よ。お母さん一人でもやっていけんじゃない。どうせ人間なんていつかは一人っきりになるんですもの。親だとか子供だとか言ってみても死ぬ時は一人でしょ。お前さっきお母さんにいてもらうって言ってたね。ええ、お母さんがどんなに辛かったかと思うと。私お嫁に行きます。そんな。さようなら黒木さん。じゃあお前お母さんのためだけでお嫁に気になったのかい。お前の気持ちはありがたいんだけど私ね、やっぱり一緒に行くのやめるよ。そんなこと言ったってこの家だっていずれは売られちゃうのよ。お母さんどこ行くのよ。行くとこないじゃないの。私絶対お母さんを一緒に連れてくわよ。